21st century skills like man。 はい、やってきました。2月のグループ、ナンバーワンホストトーク始まりました。イエーイ。恒例のホストトークですけど、はい、初参加です。はい、はい、自己紹介はね、一人ずつ、はい、僕がと思うんですけど、ジェネリシックから、はい、じゃあクラブエースに官房さんになりました新藤雄志です。お願いします。イエーイ。チェイクです。よろしくお願いします。はい、クラブスターズ試合人黒崎京です。お願いします。イエーイ。はい、クラブシリーズ主任の天海祐人です。よろしくお願いします。はい、イエーイ。はい、クラブシンフォニア支配人湊です。イエーイ。はい、クラブシャンティ支配人伊吹です。お願いします。はい、それからね、全員ね集まってもらったんですけど、いろいろスターダムカップですかね。ましたね。ましたね。なんか1月2月のバトルみたいな、カンババトル、カンババトルみたいなあったんですけど、はい、誰が一番ですかね。あったんですけど、そこでもね、多分ほとんど乗れてるんじゃないかなと。ここがまだ発表はされてないですかね。乗ってないやついないでしょ。みんな乗ってないやついないでしょ。乗ってないやついないでしょ。乗ってないやついない。お題が早速あるみたいなんで、ちょっと弾いていこうかなと。コンセプト弾いていいですか。いつも A ちゃんでしょ、もう一発目。一発目は、じゃん、最後に泣いたのはいつ。はい、わかりました。最後に泣いたのは、最後に泣いた、僕は1月の締め日に、なんか初めてイッサ君と喧嘩したというか、初めてイッサ君に噛みついたというか、今まで僕、ないのに。そうですね、上に噛みついたことなかったんですけど、まあ尊敬してますね、イッサ君のこと。いやでも初めてなんか、タメ口ぐらいの感覚で1時間ぐらいバーチャル言ったんだなっていうのが、で、泣きながら言って、リーサ君も泣いてくれてっていう、ちょっと熱い会話があったっていう話です。それもいい話。いい話。いい話。リーサ君ね、冷たいとみんな思ってるかもしれないですけどね、むっちゃ情に熱いんで、シャンティ1なら泣き虫じゃねえかなっていうぐらい。おぉ、一番泣き虫がリーサ、一番泣き虫。いいこと聞くな。いいよ。僕は昨日泣いたんですよ。昨日。早い。早い。いつもの人がおらんくなったとか。いや、まあそれもあるんですけど。どんな人、いつもの人って。あの刈り上げの。いや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 、いや、関係なく、窓から見えた夕焼けが綺麗で。突っ込むよ。絶対嘘。僕ちょっと弱いんですよ、そういう。綺麗だなと、美しいなと思うものに。はい、いや、タバコ取らないでください。2つあるんですよ。いいよ。1個は多分先月終わりぐらいに翼くんに説教みたいなされて、仕事のお前がなんかちゃんとやれよみたいなって言われて、悔し泣きみたいな。あー、ムカつくわ。翼くんの目からしたら全然お前は何もできてない、もう小太郎しか何もやってないよみたいな、すいませんみたいなんで、なんかちょっと腹立ちすぎて悔し泣きして、悔しい悔しいとか煽られて、いやそうっすね、前泣きよって言われるんですよ。そう煽られて、それでも悔し泣きみたいな。ともう一つは、超巨大エースみたいな、エースではないですね、大きいお客様がおられて切れちゃいましたっていう話。めっちゃあれは痛い。僕も昨日一昨日、ダメよ、なんか飲みすぎて、なんか吐いた時に涙出たとか。だったら、今朝起きてからっすね。だとしたら今朝起きて一発目ちょっと二日酔いで吐いてみたいな感じだったんですけど、昨日、僕アニメ好きなんですよ。じゃあ、ほう、アニメが好きで、みんな知ってるのわかんないですけど、バイオレットエヴァーガーデン。あー、そう。いい話だ。ゆうし君泣くとか俺思ってないですからね。ゆうし君が泣くすよ、めっちゃ。はい。全然興味ねえ。全然興味ねえ。最近最後に泣いたのはランのラストですね。ああ。何度も言われたのにすぐ戻ってきた。涙を返せって授業に。
行きますか。はい、じゃあまた引きますか。あ、じゃあシュッ、はい、シュッ、じゃあ引いてす。頼むからいいよ、はい、だいぶ引いてくれ。いいですか。今まで一番の武勇伝は。はい、よっしゃー、武勇伝だ。もう本当にあれですよ、僕あの多分マジでこのスターダムグループで一人しかいないレベルの武勇伝あるんですよ。 俺だけだなみたいな。お、はい、野球してたんですよ僕。お、小さい頃から。高校の時に甲子園わかりますか。ほんまに甲子園に行って準優勝したっていう。すごい、もう持ってください。僕その時の写真持ってます。バルガリのトワ君がバッターボックスで。いい話ですね。いい話だよ。いや、すごい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 、あったー、発明楽すぎるなこれ。この後行きづらくない。甲子園は勝てる。勝てれんね。いや、小さくでもええよ、ブーだったら。手柄話みたいな、そんな感じなんですけど、僕、足めっちゃ臭いんですよ。足めっちゃ臭くて、本当に真夏でめっちゃ暑くて、汗ダクダクの時に家帰って、ソックス僕、パッて投げたんですよ。ピッて投げたら、まあ、落ちて、ゴキブリがいたんですよ。それが、僕の靴下に入っていたんですよ。それで、まあ、スリッパ持って構えてたんですよ、出てくるの。もう出てきたタイミングで。やっちゃろうと思って、そしたら、出てこんですよ。で、あれと思ってめくったらゴキブリが死んどったんですよ。でも調べたら、なんかゴキブリは匂いがあんま効かないみたいで、そう、なんか違う成分で殺しちゃったみたいな。死やばいじゃん、それ。ついにゴキブリまで殺すようになったかって。千秋はゴキブリがおるとこに住んどるってこと。そう。確かに。いや、いい話だ。いい話だ。スターダムで一番高額な賭け飛ばれてます、僕。250万飛ばれました、1ヶ月で。おお、しかも、3人の女の子まとめて。3ヶ月給料なかったんですけど、やっぱうちの主任優しいんで、朝日奈蓮が毎日ご飯を食べに連れてってくれるって言って、もう金ない時の方がいいものを食べれるって。回収できた。はい、250万、しかも次の日に持ってきたっす。止まれてない。不安がもらえなくなる。はい、250万やったらせやん。オーナーフェイフイって喜んだった。はい、次の問題ありますか。上でバーッ。上でバーッ。責任持って今やった。はい、異性に生まれ変わるなら何をしますか。はい、いいな、もうだい異性、はい、しょうがないでしょ。すごい、決めますもんね。刈り上げてみたい。刈り上げ、刈り上げにしてみたい。刈り上げてやる。誰から行くの。誰から行くの。じゃあ、そう、気になるんで、僕個人的に気になるんで。そうですね、スカート履いてみたいですね。履ける特権というか、女の子にしかできない。あと、おっぱい触りたいですかね。自分の自分の新規、めっちゃ回ってお気に入りの担当を見つけてエースしたいですね。僕、香水がめっちゃ好きなんですよ。今でも、よく使ってるんですけど、それはお前の男が好きなんじゃないの。いや、違います。レースしたいです、本当に。はい、もう、何でもしますね。でも、担当に何も褒めるの。でも、全部、何でも求めますね。何でも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 体も、それはもちろん。じゃあ、この中で誰がいい。僕ですか。僕もうイケメンばっかりなんで、もう誰がいい。僕っすか。楽なら僕これちょっと言いたいんですけど、人によって変わるんですよ。この人は抱かれて、この人は抱きたいみたいな。ちょっと言っていいね。今パッと見とかしゃべることないんで、あんまりしゃべることない。ちょっとイメージで言っていいですか。ゆうし君とかだったら来てほしいんですよね。抱かれたい。抱かれたい。どんな攻めするんだろう。すごいよ。すごい。多分すごいよ。そう、めちゃくちゃにされそうじゃないですか。舐めさせて。はい。トワ君とか多分行きたいんですよ。めちゃ
ちゃくちゃにしたいです、それも本当に。で、海野さんだったら、ちょっと謎なんで、ちょっと探ってみないですね、これ。いろんなとこを攻めて、どんな反応するんだろうって。どんな反応するんだろう。いや、いちいちリアルなんだよ。確かに。怖い怖い。福さん、ちょっとなんかあれじゃないですか。どれよ。イメージなんですけど、ロマンチスト感がすごい。イメージね。すごいなんか王子様っていう感じがすごいするんで、うん、ちょっとあれですね、来てほしいですね。来てほしい。来てほしいです。どんなシチュエーションでしてくれるんだろうとか。僕ほんま、僕海外ドラマとか大好きなんで、玄関からわかります、なんじゃねえか。待って、いきなりのポーズやろ。セクロール、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 玄関から、なんか抱き、なんて言うんだろう、担ぎながら、ここに乗っけながら、このまま注意しながらベッド行くみたいな。あー、いいっすね。いいやいや、いいっすね。想像通りだったんですね。想像通りだったんですね。エイトさんとかもめっちゃ決めんじゃないですか。もうめっちゃどんどん来てほしいっすか。どんどん、どんどん、攻め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 、言葉攻めとかすごい。サービスね。ここがいいんか。あー、もうあ、もうはい、ということで、2月のストーク、終わりますが、はい、来月3月度ですかね、このメンバーで集まれたかなと、はい、またこんな会話をね、たまらない会話をしていくんで、ぜひまた見てください。今日はお疲れ様でした。イエイ、イエイ。